日経平均株価が上昇している追い風の中、証券大手各社でも入社式が行われました。どんな変化に対してもしっかりと対応できるスキルを持って頼られる存在として、会社だったりとかお客様に貢献できる、そんな社内の社会人になりたいなというふうに思います。証券2位の大和証券グループでは、この春大学を卒業した新卒を中心に486人が入社しました。今後 2,3 ヶ月間の研修を経て、本部の部署や各地の営業店などに配属されます。皆さん引き締まった顔をしてて、非常に頼もしいなと思って見てました。日本経済がね、ダイナミックに成長していくと、そういうところのサポートをしなければいけないと。証券会社では最大手の野村証券のグループに343人、 SMBC 日興証券に273人が入社しました。大手証券各社は今年も積極的な採用を続ける方針です。